南口矢川駅は東京都国立市石田にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN24。駅名は近くを流れる矢川という名の小川に由来する。矢川の名は江戸時代以前からあり、古くは谷川とも記されていた。由来は江戸時代に手習い師匠が表した矢保案内の中で、 この川のことを古き池こそ、諏訪の淵、山屋に、久保に、橋場こそ、流れもあやき、矢川とや、と呼んでおり、これが矢川の名の起こりと言われる。島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ホームの矢保方上空に、京上駅舎を有している。ホームは二つの踏切に挟まれている。ホーム幅は、他駅に比べかなり狭いで、キオスクなどの売店もない。 2010年1月頃より約2年後期で新駅舎建設工事を開始。新駅舎は現駅舎よりも立川駅寄りに建設された。これによりエレベーターとエスカレーターの使用が開始された。従来の駅舎の駅長室は南側にあったが、新駅舎になってからは北側に移動した。しかし、ホームの番線は変更されなかったために番線の不番ルールと相違することになった。 府中本町駅管理の業務委託駅。自動券売機、指定席券売機、自動改札機が設置されている。緑の窓口は2011年3月20日に営業を終了した。2020年度の1日平均乗車人員は6807人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。すべて立川バス浄水営業所が担当する。 注釈して候康資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。